今日は、まあ、川口プロデュースおなじみと言っても過言ではない、地方に行ったらお土産買ってこいって言ってこの間ロケでね山形に行ったんで、ちょっと山形のお土産を買ってきたので開封動画やります。ピンクのカレーで書いてるよ。ピンクのカレーで書いてる、あの見てみたいね、これ見たいね。美味しいものを組み合わせても美味しくなるとは限らないからね。好き？さくらんぼ。さくらんぼ好き。カレー好き？カレー好き。じゃあ好きだね。はい、じゃあ、はい、じゃあキッチンへゴー、 ゴー。普通のパウチ。パウチですね。これをお湯で5分から6分温めてだって。はい。熱々。絶対熱い。十。これさ、これでも手元外いたわけじゃない。匂いは出る瞬間を。カレー。え、さくらんぼの匂いは。カレー。カレー。ピンクのカレーって書いてあったからね。あ、そうだそうだ、楽しみ。そう行きます。うわ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 。でも全然カメラ越しに見たらね、こういうカレーみたいだよ。明太子な感じだよ。あ、朝の歌舞伎町の道端で見るやつ。やめてよ。タイカレーとかみたいな色してる。イカの塩辛みたい。じゃあいただきます。はい、なんか垂れてる。いや、カレーだけどだんだん甘さが来る。で、先に辛いには辛いんだ。辛くないです、甘口、超甘口。さくらんぼ感はない。うーん、ただひたすら甘いカレー。いただきます。あら、かわいい。本当ね、カレーカレーはカレーですよね。さくらんぼ感じる？感じない？カレー、あの、あれですかね、あの、隠し味にリンゴ入れたりとかあるじゃないですか。 なんかね、そのぐらいの感じなんですかね。隠れてる、あ、隠し味だから隠れてる。探して隠れたさくらんぼ。いただきます。ん？これなんだろうね、これさくらんぼの味はするんですか？目隠したら絶対わかんないね。わかんないです。あ、でもあのさくらんぼカレーって聞いてたからかもしれないけど、今なんかさくらんぼの風味が俺の口の中に。嘘。本当に？小木さん、もう少ししたら。いや、カレーだね。いや、もう少ししたらね、もう少ししたら。鼻に抜いて、鼻に口から吸って、鼻に抜けて。ちょっとわかる気がする。わかるでしょ。うん、さくらんぼ感ある。うん、これさくらんぼ感まだ来ない。鼻に抜けるっていうのはわかる。薫風飲んどから来たるだよ。おおおお、何も役者っぽいこと言った。なんかウイロウル違う。おいしい。うん、おいしい。うん、おいしい。おじさん、薫風来た。さくらんぼ感全部。うん、玉ねぎで受けて、玉ねぎを香ってるよ。鼻に抜けて、鼻口で吸って鼻で。サクサクサク、サクランボ感は感じないけどな。この色になるってことは相当サクランボ入れてるってこと。本当マッシュルームとか入ってるね。ね、だから具は別に普通のカレーじゃん。ね、お肉。うん、お肉だった、ね、まだ ね、果肉には誰も当てない。ね、果肉はないんじゃないですか。来た。果肉当たった。嘘。マジ？どれよ。どれ？これ。これ人参だと思った。この端っこに。え、これはでも人参でしょ、明らかに。この人参のこっち側にあるやつ。あ、そうかもよ。はい。じゃあ行っていい？うん。どうですか、カレーの中にさくらんぼの果肉っていうのは。なんかわかんない。溶けてる。いただきます。うん、今、薫風飲んでおり来てますね。薫風タイム。でも、さくらんぼの味するよ。え、さくらんぼ分かった？うん、嘘だ。すげえ。
でもさくらんぼかなって思いながら食べたからだと思う。でもね、思ってたより恐れてたより普通のお食事ですね。うん、うん、あのゲテマの感はないです。ないですね、うん、食べやすい、食べやすい、甘い、子供が喜びそうな味。うんうんうん、美味しい、優しいカレー。うん、じゃあ次は芋煮を食べます。イエーイ。